皆様今日は危機の時代のリーダーということについてお話をしたいと思いますで現代が危機の時代であるというふうに、えー、言えるかと思うんですがその実態についてはこれまでも何度かお話をしてきました、えー、台湾海峡の平和と安定というものは非常に大事だというようなことは、えー、日米の首脳会談あるいはサンビッ等でもですね 強調されているところなんですけれどもその背景には中国の軍事力というものが飛躍的に伸びてきているということもありますまた朝鮮半島もですね分断国家という現状は依然として続いているわけで休戦の状態のままですそして北朝鮮の核とミサイルの開発というのはですね 依然として国家総力を挙げて取り組んでいるということで,です、ね、周辺に対して大変な勢いを与えているまた国内ではですね一種のパンデミックといえるコロナウイルスの蔓延ということがいまだに続いているわけですこういった時代はです、ね、危機の時代といって過言ではないと思うんですけれどもそういう時代にはどんなリーダーが求められるかと。 とといいいうことをお話したいと思います、まあ、今ちょうど自民党の総裁選挙が行われているわけですが次の総裁というのはですね議会における多数政党の総裁ということで議院内閣制の下においてはですねおそらく首相として選ばれそして内閣を組閣をしてですね まあ行政の長として、今後、まあ活躍が期待される、そういう人物になるわけです。え、国の、まあ運命を担うと言って過言ではありません。特に、次の総裁の間はですね、現在のコロナの問題ももちろんそうなんですけれども、それ以上に、尖閣、台湾、沖縄といった日本の領土を含めたですね、周辺情勢、 これがいつどのような状況になるかわからないという時期を迎えるということも予想されるわけです。特に来年の2月の北京オリンピック以降はですね中国を中心にですねどのような新しい脅威が表に出てくるかわかりません。そういうい時期にあってですね 次のリーダーというのは危機に強いリーダーでなければならないというふうに思うわけですそもそも危機とは何かということなんですがこれは人為的な脅威と言うべきものと現在のコロナのような人為的ではない災害もそうですけれども感染症の蔓延というようなこともあります 日本は災害大国と言われるように、えー、世界のいろんな災害のですね1割前後がこの日本で起こっているとも言われるほど非常に、えー、地震から風水害あるいは時には火山の爆発までですねいろんな災害に見舞われる国でもあるわけです。でえー 日本人はこの自然災害に対しての対応ということについては歴史的にも経験が多くですね慣れているんですけれども人為的な危機というか脅威に対してはですね歴史経験も少なくそして特に戦後においては危機管理の中でも盲点になっているといって過言ではないわけです。 で自然災害の場合とですねこの人為的な脅威の違いというのはですね非常に重要な点に相違があってですね自然災害というのはまあ一過性というかある程度主義段階では非常に激しい災害が襲うわけですけれどもで甚大な被害が出るんですが まあ地震の場合ですと余震というようなことがあってそれか,から火山の爆発の場合はもっと長期的で,です、ね、これはまあ致命的打撃を与えることが多いんですけれども、えー、やはり自然活動ですから地下のマグマがどんどん噴出してですねそしてえ火山液とかあるいはいろんな溶岩流という,うものになってエネルギーが放出されるとやがて収まっていくということになるわけです。 ただしその火山灰等によってですね何メーターも地下に埋もれてしまうまあベスビオ火山の噴火にあるポンペオの遺跡なども有名ですけれども日本でも浅間山の噴火でですね埋もれた村が発掘されたいというようなこともありますしこの火山災害というのも大変怖いわけですあるいは東日本で記憶にも長々しい津波ですねこういったものもあります ただ、支援災害の場合はです、ね、一過性のものが多いと、それとです、ね、誰の責任ということでもないので、そのみんな力を合わせてです、ね、復旧にいそしむということで、その誰かがリーダーになってです、ね、その指揮に従って一斉に動けば、その災害危機から逃れられるというものでも、 いないわけですもちろん、えー、基地のリーダーの判断の重要性は本質的に変わらないんですけれどもしかし人為的危機と違ってですね脅威と違って、えー、リーダーの役割というのは比較的まだ、えー、重要性があ,あるいは緊急性が感じられない、まあ、そういう特性もあるわけです、えー。もともと自然災害というのはですね大変予測も難しいですし現代科学をもってしてもですね 地震がいつどこで起こるかということを的確に予測するとは難しいあるいは火山やあ,あるいは地震に連動する津波などもですね、えー、かなり的確に予測できるようになったとは言ってもですね、えー、なかなか予想通りにはいかないし、えー、限界があるということは間違いありませんでそういう意味でですね危機の予兆を察してそれに前もって備えるという一種の情報戦ス それとです、ね、それに備えるためのロジスティックというか基盤ですねこういうものについて周到に目配りをし準備をするこういう習慣に乏しいというところもあるわけです。で日本が今直面している危機というのはですねもちろんコロナに象徴しているような感染症の爆発的なまん延パンデミックということですけれども こういう脅威もあるんですけれども、しかしこれも何度かお話ししたようにですね、もと中場人為的に操作をされて、そして意図的に隠蔽され、ばなまかれたという面もあってですね、まあ言うなれば生物兵器というか、中ば人為的な脅威に当たるというふうにも見なければならないということです。で、先ほどお話しした この尖閣とか台湾あるいは、えー、場合によって沖縄にです、ね、迫っている危機というのはです、ね、これは明らかに、えーまあ、人為的な脅威であってです、ねえー、これがまあ危機として、えー、これから対応が求められているそしてこういったタイプの危機に対してはです、ね、脅威に対しては日本人はあまり慣れていないということが言えるわけです。 で自然災害に比べるとですねどういう特徴があるかというとまず人がやることですから必ず何らかの意図がありそして活動が見られるつまり兆候があるわけですねですからその兆候を察知をしてそしてその意図を読んで出方を見てそしてそれに備えるとこういうことが非常に重要になってくるとつまり情報が非常に価値を持つということです もちろん自然災害でも情報が大事ですけれども人為的災害の場合はですねそれにも増して相手が人間であるだけにですね人間社会であるある,いはある集団組織であるということでそういった情報の価値は非常に高いということですそして相手の立場に立って行動を考える見積もるとでそれに対して備えるとこういうことが必要ですそれから二つ目に言えることはですね 一過性では決してないということなんですね。で相手には意図があり目的がありますから、えー、どんどん重ねかかるようにですね、この手でダメなら次の手をということで、えー、時間や場所やあるいは方法を変えてですね、え次々と二の矢三の矢を繰り出してくると。えー、こういった次の手というものがですね、絶えず起こるということです。もちろん支援災害も同じようなことがあるんですが、 しかし自然のエネルギーというのはだんだんと放出されて弱くなっていってですね、えー、沈下していく染まっていく場合が多いんですけれども、えー、人間の場合はですねある目的を達成するまでが必要に、えー、攻撃なり、えー、あるいはその他の脅威を、えー、挑戦を挑んでくると、まあ、こういうことがですね、えー、一般的なわけです。したがって え、情報についてもですね、一旦やれば終わりではなくって、え、敵の出方を読んだら次の、その、行動を取った後の結果を見てですね、また次の出方を読むと。そして次に備えるという。こういったですね、え、サイクル。これが非常に重要になるということなんです。ですから、絶えず相手方の動きを見ながら、 次を予測してそしてててそそれに備えて先手を取るとこういうことでまあ言ってみれば武道における格闘技のですね剣術のようなそういった読み方をしなければいけないということなんですね。そして列度がどんどん,ん激しさが増していきますからそれに対して備えられるような基盤、まあ、ロジスティックと言いますけれどもものの準備も必要ですし。 損害でいのの人の手当てもしなななければならない、まあ、こういう基盤の整備というのも非常に重要になります。えー、さらに、えー、一番重要なのはですねリーダーのリーダーシップというか指揮運用というものがこれが大変大事でですねこれの下手か上手かということでですね機に対する対応力も全く変わってくるそしてその結果も、えー、損害も変わってくるということなんですね。 それだけ記事のリーダーの責任は重いということでまず今日のお話を終わらせていただきます。